でも日に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 近くになんか声が聞こえるようになってって最近ではもうすごいですねどうも島田秀平です始まりました島田秀平のお階段めり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます さあ、このチャンネルですね、ありがたいことにもたくさんの方にね、ご覧いただきまして、もうね、いろんな方にも出ていただいて、皆さんに愛していただいてるというね、もう嬉しいチャンネルなんですけども、やっぱりね、常にこう、チェンジというか変化、もうパワーアップしていかなきゃと思ってるんですよ。で、今回からもうね、もう大リニューアルパワーアップしました。ご覧ください。ろうそくの方を、<laughs> お出していただきました。あら、怖パワーアップ。ね。 てますんでね、皆さんこれからも一つよろしくお願いいたします。しょぼくないですか、リニューアル。いや結構考えたんですよ。<laughs> ちょっとやめて。えー、周平くん、そう今回からさ、っていうかなんかもうすごいことかと思ったら、ポツーンとローソクを置いてありまして。雰囲気出ました、ね。出ましたね。はい、こんな感じでやってきます。皆さんこれからも一つお願いいたします。<laughs> そしてこのね、パワーアップ後ですよ。 もう本当にふさわしい方にお越しいただきました。皆さんご期待ください。伝説の DVD、呪いのビデオ、演出をされていました。森沢ーマさんです。お願いいたします。うございます。<laughs> いや、嬉しいです。お疲す。およそ1年ぶりの登場ということで,、はい、で、今回ね、嬉しいことに、えー、3つ、 はい、お話を用意していただいておりまして今回と次回がまあ体験談会談ですね。で、えー、3つ目やっぱりね、はい、演出もされてましたから恐怖の映像の方を、はいえー、持ってきていただいたということで皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。お願いいたします,しす森澤さん、はい。本当にあのお忙しい中ね来ていただいて恐縮なんですけども、はい、あの YouTube チャンネル、はい ちょっとあの、力入りすぎじゃないですか。<laughs> で、あの、心配になっちゃうんですけど。嬉しいです。でも、そう言っていただいて。<laughs> ちょっとあの、どんなチャンネル名か、まず、はい、お話し<あ>いただきたいんですけども。すいませんです。えー、ほらほらファイルという、まあ、フェイクドキュメンタリーチャンネルなんですけれども、まあ、自分の方で、えー、監督、脚本、撮影、編集、主演、宣伝の一通り <laughs> させていただいてて、えー、普通に、えー、 コスパが最も悪いとされてるであろう心霊チャンネルに突然なっるんですけども、<laughs> 今まさにシーズン1として、21話。はい。はい、<laughs> 揃っております。で、第1シーズンが完結しました。そうです。完結して、ちょっと余裕ができたタイミングで来ていただいたんですよね。<laughs> あの、はっきり言います。もう一回言いますよ。YouTube たくさんチャンネルありますが、その中で一番コスパが悪いチャンネルです。<laughs> その分力入ってるし、もう完成度半端ないですから。<laughs> 映画、普通に映画あげてんじゃんっていうね、感じなんですけども。<laughs> はい、シーズン1お疲れ様でした。<あ>ぜひ皆さん概要欄貼っておきます。はい、本当にもう見応えたっぷりです、えー。怖いのね、好きな方にはね、絶対に楽しんでいただけるチャンネルですから、えー、チャンネル登録、そしてグッドボタン、本当によろしくお願いいたします。 まあ、そちらの方は一応フェイクドキュメンタリーということなんですけども。ねうん、まあ、こちらで話していただくのは、本当にあった怖い話なんですよね。ねはい、じゃ、今日は体験談ということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ええー、今から話す内容というのは、まあ。大体七年ほど前の話なんですけれども。えー まさに僕が先ほど言っていた本当にあった呪いのビデオだとか心霊パンデミックだとかいう作品の中で心霊ドキュメンタリーとスタッフをやり始めた頃の話なんですけれどもまずこれを先に伝えておきたいなっていうのがあるんですけれども心霊ドキュメンタリー作品ってあまたあると思うんですけれども何て言うんですかね心霊映像が来ますそしてその場所に行きますそして聞き込みやいろんな調べをしてをしていってその中で 最終的に世に出されるものってほんのわずかっていうことを言いたいんですよあそうなんですね、はい、実際に現地に行ってももういろいろ何かが起こるってわけでもないしその映像と関連する答えが出なくなったらそんなものは販売はできないじゃないですか、うん、だから結構な率で送らにされるという、うん、その中でもう僕が会った7年前のまあある一つの投稿映像が来るんですね。まあ、内容としては、まあ、大学生の4人の人男女が 心霊スポットに行ってる映像なんで,す、ねうん、でまあここの中では、まあ、言い方としてはとりあえず団体、まあ、とある団体の施設があったという場所なんですね、はい、そこが心霊スポットだということでその4名がいろいろと巡っていたと。うん、でその施設を巡っていく中で人の影のようなものが見えてそれを映像で送られてきたんですよ。 で正直言っちゃうとその映像を見た時にま幽霊というほどなんか分かりにくいしただの影とも見えるし人が通ったとも見えるなんか正直になんかどうなのっていうような映像だったんですね。でまあ実際に現地に行こうということでまあ関東の外れの山の奥にある施設なんですよ。ぐる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 で,でその入り口からもういきなりもう300段ぐらいの。 階段があるんですよほ<う>まあやべえなと思いながら、まあ、その時スタッフで3人で行ったんですけど、まあ、どうにか上に上ると、まあ、もう3階建てのビルというか施設があって、ええでところ変わればもうなんかお茶会ができるようなスペースがあったりで奥の方のなんか倉庫みたいなところを見ると金の像みたいなものがもういっぱい散りばめられたりする。ええ、結構なんか 独特なだって山奥で300段登った上にそんな場所があるって不思議ですよねすだからもうこれなんかすごいなっていうふうに思ったんですけど実際にそのの映像の写ってしたらもう結構もう大宴会できるんじゃないかなみたいなもう何百人で飲み会できるようなスペースがあったんです。はあ、で上に登っていくと、まあ、その当時の,その団体なのでその時活動してた時の資料とかも。 普通に置いてあったんですね、うん、でようやくその3階のその映像の場所に行ってあここがあの影の写った場所だねっていうふうに見ていたんですよ。でまあ半日ぐらいもう僕らは定点で観測してまあ別に何も起こらなかったんです、うん、でそれだけではもちろん終われないので近隣の方々に話を聞いてもまあ実際もう本当にネットレベルのなんかそういった場所でそういったものがずるみたいなことを言われるだけだったんで。 まあ正直なところも投稿者の方とも話してまあこれはちょっと出せるものではないかなということでまあそのお蔵入りになったんです、うん、でまあそんなこともありつつその時から3年の月日が経ったんです<う>その時僕はまあ映画のイベントっていうんですかね自分が作った短編映画だとかを違う同世代の若手監督たちと募って上映会のイベントみたいな,ない、はい、そこに参加してたんですよ でまあ、上映イベントっていうとまあやっぱり30人ぐらいの、えー、キャパの中で、まあ、トークをしたりだとか映画を見て監督として話し合ったりだとか、うん、お客さんとコミュニケーションを取ったりっていう感じなんですね。でもう結構僕の出番が序盤に終わったんで結構ミニマムなイベント会場だと入り口のスペースとかでもう出番終わると僕普通にそこで飲んでたりするんですよ <laughs> は,いはい。あなんかさっきまで出てたのに」って感じで休んでたんですけど、うん、そしたら急に。 一人つます。うんええ、あ森澤さんですよね」って言って「あはいそうです」って「すいませんちょっと近くで家の近くで森澤さんがイベントをなさってるっていうのをちょっと聞いたので森澤さんに話したいことがあるんで来てしまいました」っていうふうに言うんですよ「うん、え何ですか?」っていうふうに話を聞いたら過去に某団体の映像を送った時の投稿映像を撮影したものではなくて「 一緒にいた時の女の一人ですっていう<ー>あ、そうだったんですねって言ってどうしたんですかって話を聞いたら実はあの場所に行ってから人の声みたいなものがなんか急に聞こえるようになったんだって言うんですよ、うん、でもう日に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 近くになんか声が聞こえるようになってって最近ではもうここに耳があるじゃない,はい、はい、その耳を両手で 覆うようにして話しかけてくるっていうふうに直接 <laughs> はい。でその声というのはなんか水の中っていうかなんかピチャピチャピチャっていうような中で明らかに子供の声で話しかけてくるらしいんで、はい、で何を話しかけてくるかっていうと例えばですよテレビゲームをしてたりするとなんかレーシングゲームとかあるじゃないですかそれで一位とかでゴールすると耳元で すごいって言うんですよ。え？って思うじゃないですか。で、例えばすごい綺麗な景色、花火がバーンってなったりすると、耳元で綺麗って言ってくるんですよ。うん <laughs>。え？何？って思うんです。でもなんかワードとしてはなんかそんな感じっていう風うなところあるんですけれども、本人からしたら。 うう怖くてしょうがないんですで、えー、でふわわって言われるんでですねで周りの人たちに「えなんか聞こえなかった聞こえなかった」って言うんですけどやっぱもうこういうふうにしてるからなのか何なのか分からないですけど一切他の人たちには聞こえないって言うんですよ、うん、で、もうそのことでもう怖くて怖くてしょうがないから周りの人たちに結構言うようになったんですよ<は>そういうふうに声が聞こえるんで子供の声がっていうふうに言ってったらお母さんが「もしかすると」っていうことで言ったことなんですけども。 もしかするとあんたが私たちと一緒に家族でもともと地方に住んでいたと。うん、で本当56歳ぐらいの時にあんたと仲の良かった男の子が体を悪くして若くしてもうなんか病気で亡くなっちゃった子がいるんだよっていう話をしたそらあそんなな子いいたたっていうふうに思い出したんですよ。 その時にじゃなくなって一番仲が良かったって言ってるんでずっとそばにいたんだとそしてその心霊スポットという場所に行くことによって何か引き金じゃないですけど<ー>何かトリガーのごとくそれが感じられるようになっていったんじゃないかなっていうふうに彼女は思ったんです、うん、でもそんな話聞いたからなんか僕も「え大丈夫ですか?」っていうふうに言ったら。 彼女が僕に返してきた言葉っていうのが、はい、いやむしろ私はもう今となってはその子と一緒に共鳴じゃないけれどもなんか共にあるような感じがして決して悪いこともしてこないからむしろ森沢さんになんかむしろ本当感謝の気持ちなぐらいに伝えようと思ってここまで来たんですっていうふうに言われたっていう<ー>結構なんか不思議なお話だ。 すすごいですね <laughs> これは僕も聞いた時に以前、まあ、こうね投稿いただいて取材まで行ったんだけどあこれはちょっとお蔵入りだなってなったものが後に繋がってくるっていう。そうですってなるとやっぱりその場所って何か違和感があるような場所だったのかもしれないですね。に気になったんですけれどもまずそういうことがあるのかどうかって要はそういった心霊スポットだとかそういうことにとこに行くことによって今まで感じなかった、まあ、なんか霊感っていうんですかなんか。 そうういいっっったものが発動するるててパターンってあるのかな。あの聞いたこと僕もありますけどねああのよくあるのが霊感の強い人と一緒にいると引き上げられるじゃないけれども何かそういうものが感じやすくなるっていうこともまず聞いたことありますしあとやっぱりそういう場所ですよね。やっぱりこう例えばチューニングじゃないんですが波長がこう合ってしまうみたいなそういう場所に行ったことによって。 だもしかするとずーっと話しかけてたんだけどもそこまでそれを感じられないでもそこに行ったことでやっぱりさっき森澤さんおっしゃったように波長があった、はい、だからそこからはずっと声が聞こえるようになってきたっていう、はい、なんかそれがやっぱこう腑に落ちる話ですよね。はい、もうもう結構聞いてる途中中盤までもう耳元のこれとか聞いたらうわ、えっと思ったんですけど最終的にそうなるんだっていう話を聞いた時にちょっとびっくりしたなっていう。 でなんかこう声がこういう感じで耳元でっていうのがなんかすっごい人と想像しちゃうと怖かったんですけど <laughs>、はい、でもなんか思ったのがもちろん怖いんですけど子供って思うとあなんかこんなこともするかなっていう風なな。しかもねあの見ててすごいとか綺麗っていうね何かほんと楽しんで一緒にいて何かそれをこうね、えー、共になんかそういう気持ちをね共有してるってことだからまあ怖いとかではなくて。 っていうふうにも思うんですけども一個だけちょっと思ったのが普通怖いいじゃないですかでもその方がまあそういうふうなね思い出もあるしそういう言葉だから怖くないんだって思うっていうことは十分分かるですけどいやーでもねなんかこういうのもね一緒にこういる感じがして嬉しいんですよねって言っちゃってるこれ自体がちょっとこう。 どん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 もう乗っ取られてきてしまっているのかなとか。なんか僕の体感的な言い方はしていいですか。もう確かに。高揚感ぐらいなテンションで僕に伝えようとしてたんで。確かになんか。普通のテンションではなかったっていうのは思いました。あの事故物件とかいわゆるもう絶対そこダメだよっていうね。家に住んでる方が。最初怖かったんですけども、世のことが起き始めた。 でみんなが早く引っ越しなよって言うんだけどいやでもなんか居心地がいいんだよねなんか別に私はそんなこと思わないから住もうと思ってんだよねっていうのは結構実は危険な状態でっていう話を聞いたことがあったので、まあ、ちょっとよぎったので、まあ、勝手なので老婆心というか考えすぎなんですけどなんかそこも少ししし感じてままったたと思いました、ね、何かどこかで出会ったらちょっと現状を聞きたいですね。 まあ、ないとは思いますけど、次お会いしたときに、少し体調が悪そうとか。だったら、お祓いとか。まあ、ないと思いますけどね、っていうふうな、はい、こともあるかもしれないですね。いやー、やっぱりこうね、いろんな投稿を日々ね、あの、はい、受けて取材に行かれているから、ならではって話です、ね。そうなんですよ。いや、だから、僕も本当に。こういう機会で、会談とか結構するようになったんですけど、基本的に僕も。 自分の身の回りの出来事が聞いた話っていうのでやるんですけどやっぱ他の怪談師の方々と比べてみるとやっぱりなんか調査という過程っていうかそのことでなんか得た体感っていうか経験みたいなものを僕結構お伝えする感じがあって、うん、他の怪談師の方々の何て言うんですか内容を聞いてるとなんか俺だけ異質だな <laughs> あののねすごく思いました例えば階段師とかの階段も素晴らしいいじゃないですか、はい、もうね情感たっぷりにこうねなんかその辺のねこう雰囲気も言いながらとかなんかそこの自分がね連れてかれたような感覚で聞けるっていうねあの話もあるんですけどやっぱりこう監督さんだから <laughs> もうね理路整然とちゃんとこういうことがあってここはこういういわくがあってこういう戦いきさつでこうなってっていうことでめちゃくちゃリアルで本当に淡々と事実を 言っていただいてなんかその映像がパンパンパンとこっち見えてくるんですよねあ,あ、そう言っていただけると嬉しいですもうそこは結構もういい意味で意識してるででだからすっごくわかりやすくて、はいはい、もう混じりっ気なく僕の思った恐怖をただ伝えようっていうそれに徹してますもんだからなんかんどういうことっていうのが一切ないっていうかハテナマークがない中ずっと一緒にえでて何あそういうことかうん。あ、そういうことかってこう聞いていけるっていう 本当に階段の方もお上手で <laughs>、これからぜひね、監督業と同じぐらいね、頑張って、忙しいと思いますが、いただけたと思いますはいはいありがとうございます。 皆さん、はい、コスパの悪いチャンネルやられてます。皆さんね、<laughs> ぜひもうこれは登録していただいて <laughs> 見ていただいてないと報われませんから、<laughs> ぜひぜひ概要欄貼っておきます。<laughs> えね、ちょっと飛んでいただきたいと思います。もう一度しっかりお知らせお願いします。はいえー、もうフェイクドキュメンタリーでもうほぼドラマ、連続ドラマのような、えー、フェイクドキュメンタリーホラー作品を上げているホラホラファイルという YouTube チャンネルをやっております。えー、また言いますけれども、えー、監督、脚本、撮影、編集、主演、えー、宣伝周り全部や。 おりますぜひご覧ください,いはい。あのもうネットフリックスにあげちゃえばって思います <laughs> <laughs> ぐらいのものです皆さんぜひご覧いただきたいと思いますお願いいたしますでは次回も体験談、はい、そしてその次は恐怖の映像を、はい、楽しみにしてますよろしくお願いいたします,しいしますというわけでゲスト森沢東馬さんでしたありがとうございましたありがとうございます